文句言う文句言うそんなこと言うねえとか言って、まあ、でも問題は名前さあ来ました来ました。じゃあここはタタ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 タ、じゃあここまではいいと。もう名前がなんだろうな、わかんないね。背中向けよう、とりあえず背中向けよう。おお、なるほどね。ほらじゃあこれさこれがちょっともう一回見てみよう。これを見レンタじゃない、 C でもないよね。ゲンタも違うけどセンタもこれなんだろうな。両側の E にそっくりなんだ。消えとんじゃないんだっけ。でもさ、そしたら どう読むでもレイかセイかゲーですもん。 G じゃないよね、うん、じゃあ、あれか。センターじゃない。センター、うん、おい、センターセンターって言うんだろ、君センターセンターで会ってくれ。そう声に出してつぶやいて、犬は確かめるように耳をそばめて、もう一度よりはっきりとする。センター、違うんかい。ゲンタ、まあでもゲンタだよね。うん、さあゲンタでチョイスをして、ゲンタ、そう声に出してつぶやいてみる。犬は確かめるように耳をそば立てた、もう一度よりはっきりとする。ゲンタ、ゲンタなんだね。犬はぐるりと方向を変え、静かに藪へ向かって歩き始めた。そしてそのまま藪の中へと姿を消した。どうやら命拾いをしたらしい。サバイバー玄太くん。あと残された首輪を拾い上げ、深いため息をついた。大丈夫ですか。大丈夫じゃなかったよ。本当だよ、2回死んだよあ、これぐらいな、いつものことだ2回ぐらい2回は死ぬからね。多いんだよ、死み男の時は 5,6 回やってるから何でもないさ、と言いたいところだったが言葉が出てこない。何とも締まらない返事になってしまった。両手で体のあちこちを探ってみたが、どこにも怪我はないようだ。少なくとも首輪を奪い取られた時に手を噛まれた感覚があったのだが、やはりあの犬はこの世の存在ではないのかもしれない。もう襲ってこないといいが。多分大丈夫だと思います。なんで。探してたものが見つかったみたいだし。そうだな。さあじゃあちょっとこの辺潜るぞ。見てん、何もないかな。ないね。ない。これまっすぐしか行けないね。わあ、なんか音がする。浜田さん。おっと。頭上からロープのきしむような音が聞こえた。人形。木陰に揺れたシルエットに思わず全身がびっくりと震えた。私か。そう。人ですか。いや、人ではない。鈴が声を上げた。黙ってそこにライトを向ける。明らかに人ではない、うん、マネキンだ。木立で首を吊っていたものの、それはデパートで見るような電磁用のマネキンたちだった。当然人形が自ら死を選ぶはずがない。誰かのいたずらなのか、それとも侵入者への警告なのか。この光景を作り出した者以外、今となっては知るすべもない。行こう。危険だとは思えない。ただのマネキンだ。はい。鈴はそう答えたが、一歩踏み出す前にぎゅっとこちらの手を強く握りしめてきた。じゃあ見てみようかな。なんか多分この辺とかも、全員心臓というか胸が、マネキンにも目に首が、ほんまだ、探ってみるよ。帯正しい。あ、ほんとだ、ちょうどこっからボロボロの普段で、今回やったよかった。ここも見てみようか、手前の。調べてみても何もない。ここは何もないね。あとは、
もうないよね。じゃあ奥行きますよ。レッツラゴ。あ、また音が。あの子だ。すず、気をつけないと。ううん、大丈夫。もう襲ってこないはずです。そこには先ほどの犬の姿があった。犬はすぐ目の前の地面を何度も繰り返し引っかいている。やがてそのまま霧のように消えていった。何してたんだろう。あそこに何かあるってことでしょうか。調べてみよう。どこだ。ここか。見てみるよ。よく見るとその部分の土の色は、土の色が違っているように見える。探れるのかな。問題の地面に手で触れてみると予想外の感触が返ってきた。その周囲の地面がやけに軟弱だ。まるで軽く土を埋め戻しただけのような。手を貸してくれ。ここを掘るんですか。ああ、そうだ。泥団子作りは得意だろ。得意。道具がなくてもいけそうだ。頼むぞ。はい、わかりました。綺麗な泥団子作ってくれよ。任せて。公園じゃないか。夜の森の中、ただ黙々と手足を使って地面を掘る。まるで墓荒らしだ。そんな言葉が頭に浮かんだのは予感があったからなのかもしれない。どういうこと。掘り当てたものを見下ろした。おお、出た出た。ぼんやりとそうは思っていた。これあれじゃない、ミュージシャンの人じゃない。なんとなくだけどね。現れたのは死体だった。白骨化していたがそれほど古いものには見えない。死体ですか。ああ、すずに答える自分の声がひどく無感情に思えた。いつの間にか死に馴染んでいる。足元の亡骸人ではなくその事実の方に思わず寒気を覚えた。死者の世界に近づきすぎたのだ。分かっているが逃れすべもない。心とは裏腹にもう一人の自分は冷静に死体を観察していた。そのうち彼は何かに気づいて声を上げる。なんだろうあれは。死体の手元に白いものが見えていた。掘り起こしてみるとビニール袋だ。袋の中には何本かのカセットテープと書き置きのようなものが入っていた。書き置きは風化しているが部分は読み取れる。やつらは皆殺し、君何だったっけこれ、恥ずかしめたか。やらは君も安らかに眠、やるべきことはた、僕もここし、君が旅立つこの森、新しい曲天聞いてほ。文字はここで終わっている。やっぱりそうじゃないかな。婚約者が要はやることはやったと。カセットテープ3つって言うんだな。遺書みたいですね。でもあのカセット。すずはカセットを見た。どうして一緒に入ってるんでしょうか。まるで話でも聞くかのように持ち主の顔を見ていた。当然帰ってくる言葉などもない。わからな、言いかけて言葉を失った。なぜなら脳裏で別の声が支えたからだ。来たぞまた。最後の声はそこで途切れた。充電が切れかけてだ。最後だ。ちょっと待って、最後の何なんだ。どうしました。私何も。いや、すまん、別に何でもないんだ。とにかくテープは持っていこう。はい、ちょっとじゃあコントローラー、はい、すいません、もう一個、もう一個、はい、すいません、はいはい、もうちょっと、はいはいはい、これはこのままでいい。はい、はい、これもなかった。なかった。どっちもない。うん、さあじゃあはい、もうここで調べられることはそんだけ。もうない。もうない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 。苦情感に戻るか。おーおーおー、あっとっと、印が焼けつけるように、焼けるように赤くきらめく。数十本。おお、
その時はっきりその動きを感じるほど印が大きく脈動した。くそ、もう時間がないのか。唇を噛みしめ鈴の方を見る。鈴、おい、聞こえるか。ついに来た。始まってしまった。やばい。強引に鈴の手を掴み走り出した。カイはすぐそこまで来ている。やばいんじゃない、これ、これ。あー、アモーレ。アモーレ。どこへ向かうつもりで車に乗り込んだのか。ともかく気がついた時には車内の逃げ込んでハンドル握っていた。館、ひとまず苦情感に。バックミラー越しに後ろの席に映り込んだ鈴の顔を伺うんだった。鈴はわずかに顔を傾け、ぼんやりと車窓を眺めていた。一体何を見ているのだろうか。視線の先には暗闇しかないというのに。助手席にはあのエータの CG ラジカセが横倒しになって転がっている。例のテープを聞くつもりで後部座席から引っ張り出しておいたものだ。苦情感にはすぐにつく。メリーに相談して、するにしても一通り聞いておいた方が。そう思ってカセット伸ばした時、異変に傷がついた。あれ、ここどこだ。いつ間違えたのか、見覚えのない道へと出ていた。いや、見覚えがないというわけではない。明らかに通ったことのある道だが、今の道順では決して通るはずのない場所へ出くわした。そう形容するしかない。ありえない話だが。嘘だろ。落ち着け。ラジカセなんていじるから勘違いするんだ。苦情界の道を間違えるはずがない。もう何度も通っている。最初の交差点を見逃して見慣れない場所に出ただけ。そう言い聞かせて車を U ターンする。しかし何度繰り返しても、クソ、なんでまたここなんだよ。何度繰り返しても同じ道が現れる。右折しようが左折しようが直進しようが同じ光景に戻ってくる。おかしいだろこんなの。何度もハンドルを叩いた。そのせいか手首の印がまた焼けつくように痛み出す。まずい、まずいぞ。このままじゃ鈴と一緒にこのまま車中で死の刻限を迎えることになる。かといって苦情感には戻れない。何度やってもこの迷路から抜けられることは思えない。だとしたらどうする。どこへ車を走らせれば。え、順番に追っていくんじゃないじゃないかな。でもさっき最後のって声聞こえませんでした。わかんないけど、まあ、とりあえずじゃあ最後のを見てみようか。じゃあ最後はここだったから、あ、違う、最後ここか、うん、とっさに頭に浮かんだ方向へとハンドルを回した。キーカイド、そのどこへ行こうというわけでもなかった。A です。あ、 A だ。 A が T になった。どこでもいい。とにかくこの状態から抜け出せるものなら。アクセルを踏み呪縛から逃れようと闇組にハンドルを切った。だがやがて、あー、まるで待ち構えていたかのように同じ風景に行った。あれ、でも車止まったよ。結局この場所へ戻ってきた。電話になるんだけど。電話のベルが呼んでいた。呼ばれた。それが誰の呼び声なのかもうよくわかっている。うわー、印は真空に染まってる。待って、ヒントまるでないんだけど。確かに、今回確かに。電話ボックスへと向かう。エータのラジコセとバッグに詰め込んだ長谷川聖子の記憶と両の手を添えて携えてます。受話器を取るとすぐに切れてしまった。あー、マジで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 。あなな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 、
え、ここでまた？へえ。ヒントがない。見たのねって言うけど、知ってる、あなたは見たの。一応見てないって言う、これも。あ、待って、じゃない、じゃ、え、なんで？嫌がらせたの間に。あー、逆上しないかな。残りはちょっと物理的攻撃する。おお、合ってんのかな。カイが叫び声を上げ、ひるんだ隙に外へと転がり出た。あーっぽいね、うん、よし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 、なんとか生きてる。だが起き上がったその目の目の端に、あーあー、こちらを見下ろすようにして立つカイの姿が立っていた。カメラの電池はもうない。次はどうすれば、次どうすればいいの。はい、はい、知らねえよ。はい、あ、デウタかな。次どうすればいい。前じゃない、前何か分かんないけど、天国で聴いてほしいって言った曲か。あ、これ知らない。いや、そんなの知らない。知らなくていいじゃん、多分あと息作ったんだって。何のか、多分レクイエムじゃない、何恐怖曲。どう、懐かしい、よかった。もう見えてるよ。聞かせて。一番楽しい。え、じゃあ知らないのでしょ。知らないのでしょ。My My favorite singer is くちゃら花嫁。あ？あ？これだろ。おお。光が走ったかと思うと、カイの姿はもうどこにもなかった。あー、よかった。あー、生きたけど、倒し、あれ、なんか、今回ないのかな、開けない。くちゃら花嫁の気配が消えた。消えちゃいましたね、くちゃら花嫁。鈴の様子は元に戻っている。印が消えたんだろう。オーマーガー、自分の印は消えていない。印を刻んだカイはやはりくちゃら花嫁ではなかったか。くちゃら花嫁って長谷川聖子さんなんですよね。ひどい目にあって、死んでからも幽霊になって、かわいそうです。うん、せめて恋人の作った曲に導かれ安らかに成仏してくれというのだが。そろそろ帰りませんか。まだ油断ならんのよね、これ多分ね、まだね、あるよな、うん、そうだな。え、唐突に電話が鳴り始めた。電話の音は止まらない。こちらが出るのを待っているかのように。また印が刺すような痛み出す。刺すように痛み出す。どういうことなの。だってもう意識は、うわ、鈴が両目を押さえ地面に倒れた。おい、どうした。目が痛いの。電話のせいです。早く止めて、早く。もしもし。受話器を手にすると女の息遣いが聞こえてきた。すぐに受話器を置こうとするが、
動かない。あれ？なんで？また？まさか？まるで弾力のあるものを頬張っている。待って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 、電話が切れると体が自由を取り戻す。すずちゃんがやばいんじゃない？電話ボックスから飛び出すと、やだ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 、わあなんかあるもん。そこアップする？すずの倒れてた場所にかわいポツンと一つ血に濡れた眼球がこちらを見つめていた。その後英会堂駐車場の周りを探したが、スズは発見できなかった。心の中では見つけることを恐れていたのかもしれない。目玉を失い無残な姿と化したであろうスズの亡骸を見つけることを。ああ今回も破壊だったね。何かがいけなかったと。そうそうなんです。しんどしんど、はい、また犠牲が。あなたのおかげでやっと私の印も消えてくれたわ。残念だよ、僕の活躍の場がなくてさ。本当だよ大魔物の漫画も読み込んでるから自信あったんだけどね。ところでさ、すずちゃんは？まさか、嘘だよね。すまん。ふっ。はぁ。ちくしょう。何やってんだよ、君は。どうして、すずちゃんを。すずちゃん。地面に崩れ落ちたエータは、顔を覆って泣いている。お待ちしておりました。お待ちしておりました、福山様。怪異の恐怖を乗り越え破壊に成功したようですが、再び犠牲が出てしまったようですね。残念でございます。毎回女の子を俺殺すなねえ本当に。ただあなた様が生き延びたことは不幸中の幸いと言えましょう。冷たいようでございますが、あまり悔やまね…悔やまれぬように。そんな言葉で気が休まるはずがない。明日は我が身なのだ。すでに3体の怪異を倒したが、いまだに自分の印は消えない。あの恐ろしい現実に全身の毛が…毛じゃないわ全身の血が凍りつきそうになる。絶妙に間違える。だが自分はあの日印に抗うと決めた。今はただ先へ進み続けるしかない。福山さん、ちょっといいかしら。あなたが出発してからガレージで他のファイルも調べてたんだけど、こんなものが見つかったわ。そう言ってクリスティが差し出したのは、表紙に H 神社書券と書かれたファイルだった。表紙の端には九条さやと署名もある。あの神社はもともと九条家の氏神だったから、こういう資料があってもおかしくはないか。ほら読んでごらんなさい。資料のほとんどは H 神社の成り立ちや歴史についての説明だ。内容はメリーから聞いた話と合致している。明治の、廃物はシャンシャンからなんてこれ廃物希釈、あ、廃物希釈から今に至るまでの出来事が書見を交えつつ記されていた。ただ50年前、仏像窃盗の犯人は九条さやも知らないようだ。次にページに、ページを割いているのは H 神社の御神体についてだ。ご神体は二つ存在し、鏡と小さな仏像、そして、電磁仏らしい。ごめん。止まった。電磁仏は、錦の巾着袋に入っているそうだが、そんなものはなかった。どこへ持ち去られたんだろうか。
修行の最後の方に盗まれた仏像に関する考察として、今から数ヶ月ほど前に流れたある噂が書かれていた。H 市にあるケーミヤで、ん？ケーミヤ町北通りか。そこに都市伝説の不備のせいか、マンホールだらけの裏通りで、別名マンホール通りと呼ばれている。ある月のない夜、一人の少女がバイト帰りにその道を通りかかった。塗料の剥げた不審者注意の看板が目につく。万が一と恐れ、電灯の少ないその通りを足場にかけて行こうとした。だが、少女は足を踏み出すことができなかった。何かを引きずる重い音の、黒い闇の中から白い人影がぬっと現れてきた。それは焼け焦げた白衣を着たボサボサの髪をした人だった。その女は首なしの仏像を我が子のように大切に抱えていた。顔は影と髪のせいでよく見えなかったが、血のようにルージュを引いたその唇はにんまりと微笑んでいたという。少女は牛首の悪さを、そう毛立ち、キビスを返して逃げ出した。しばらく走った後、振り返ってみると、いつの間にか女の姿は消えていたそうだ。仏像が盗まれたのは50年前だし、白衣の女が犯人とは考えられないけど、首なしの仏像なんてたくさんあるものじゃないでしょ。なんで俺が言ってる？いつ突っ込む？その女、何か知ってるに違いないわ。電話ボックスでくちゃら花嫁に聞いた H 神社から盗まれた仏像の何か、そのヒントが思わぬ形で得られた奇妙な偶然もあったものだ。もし盗まれた仏像を見つけて H 神社に供養することができたら、たたりは静まり、あなたも印から解放されるかもしれないわね。印から逃れることができるかもしれない、もう一つの手段か。調べてみる価値はありそうだ。あ、そうそう、これをあなたに渡しておくわ。あの後、ガレージで見つけた長谷川聖子さんの事件の資料よ。よかったら読んでみて。さて、そろそろ夜も明けます。本日の調査はここまでといたしましょう。ゆっくりお休みくださいませ。エータは泣きじゃくりながら階段を上がっていった。私もそろそろ休ませてもらうわ。ようやく印も消えたし、ぐっすり寝られそうよ。それならもう館に残っている理由もないな。ええ、そうね。明日にでもさっさと出ていくわ。あなたには悪いけど、こんな場所にいたら命がいくつあっても足りないもん。もっともな話だ。でも、この館に感謝してることもあるのよ。考え直すための時間を。そうだよね、自殺がね。皮肉なものよね。会議に印を刻まれなかったら、私は今頃あの樹海で。クリスティが苦笑いを浮かべている。じゃあ、私もそろそろ休むわね。おやすみなさい。では、福山様、お休みになるときは私にお声掛けください。それでは。はあ、なるほど。ちょっと見てみようか。なんで見たい。これね、後で見れるんですよね。うんうん、カセットテープ、まあ最後のという、これまた多分ね、最後って違うやつなんじゃないかなっていう。我々に伝えたいことは何か。彼が最後にフィアンセを聴かせたかった曲だと。でも我々を導いたあの犬は彼らの愛犬の慣れの果てに違いない。くちゃら花嫁と対峙でそれらをつなげることができれば、全ては悲惨な事件が生んだ怨念の連鎖かもしれない。くちゃら花嫁は長谷川聖子だろう。そして彼女は、婚約者の復讐をなぞるかのように人間の目を執着する怪となった。愛犬の源太もまた彼らの悲願のためあの姿に。印人から渡された資料 の情報もそれを示している。お、これじゃないですか。当時 YMN という名で知られたミュージシャンで、ロックやポップスはもちろんクラシックからテクノまでと様々な音楽を取り入れたマルチな曲作りで名を馳せた。事件当時、彼は新たなアルバムを作成しており、最後のその最終曲が恋人に送るという内容の曲、My Holiday
だった。しかし事件は起こり、アルバムは最終曲の収録のないまま発売された。あ、そうなんだ。恋人へ送る歌、曲、そして婚約者の思いは我々と原体によってようやく長谷川聖子の元へと届いた。せめてそう思いたい。これまで続いた悲劇の旋律はここで終止符なんだ、終止符なんだと。ゆき読んで。だがいくつか謎も残る。それはなぜ最近になってクチャラが印を刻むほどの力を持つようになったのかということだ。鍵はやはり H 神社から盗まれた仏像たちなのだろうか。ガレージの資料から H 神社で仏像の大量盗難が起きたのはおよそ50年前のことらしい。その当時といえばちょうど終戦前後の混乱期だが、何か関係しているのだろうか。さらに半年前の聞き取りで、とある白衣の女が首なしの仏像を持ち歩く姿が目撃されている。場所は俗にマンホール通りと呼ばれる H 市の住宅街だ。次はその筋を追ってみるか。はあ、いや結構わかんないね。じゃあ、うん、何だったんだろうね、何がいけなかったんだろうね。うん、最後ちょっと難しかったね今回は。やっぱ場所、場所かな、場所かな、はあ、私のせいかな、場所かな。最後のがよくわからんかったけどね、うん、最後の曲、曲か、場所、場所かな。でもどこに行くヒントとかが、休憩所、あー、紙があったところ。あー、うん、あー、ちょっと謎は多いんですけれども、今回はここまで、くちゃら花嫁終わりましたけど、すずちゃんまた、俺今度女の子をまた、すずちゃん、はい、応援引き続きね、すずすずちゃん、はい、じゃあ皆さん最後までご視聴ありがとうございました、はい、またね。